原点、その足元を見ればやっぱ自分がどこに繋がってるかって言ったら、自分が育った小学校だったりとか、本当にここで将来の夢を覚えた場所っていうのがあって今があるので、どんなに自分が大きくなったとしてもやっぱり育ててくれた場所に何かを返すっていうのは一番大切なことなんじゃないかなと思ったので、自分と縁がある彼らに今日は、みんなすごいよっていうところ、みんなが夢を持ってのびのびワクワクして生きたらもっと幸せな時代が来るんだって、そのぐらいすごい、みんなすごい存在なんだっていうのを。将来最後になりたいものでもあるし、その途中にあるものでもある。夢っていうのは頂点にあっていいし、ここら辺、ここら辺、ここら辺にもあっていいし、それが途中で変わっても無駄にならない、ね、だからみんなはこれから夢をたくさん持って、それが途中でどうなろうとも全部意味があるから、そんな気持ちで恐れない。一瞬一瞬自分にとっていいことが起こる、そんな風に思ってほしいな。ありがとうっていう気持ち、これはこう毎日の中で、この机ありがとうとか、机がなかったら紙を置けんし、この紙がなかったら花が、ひまわりが入れれんし、この一歩一歩ありがとう、こういなかったら落ちるやんそうやろ、だけど本当当たり前にあるだけど、誰かが作ってくれとかやろ。この学校も誰かが作ってくれて、先輩がずっとおったけ今もある、先生がおるけ今もある、みんながおるけ今も師匠がある。よく考えたら全部ありがとうや。ありがとうって思ったら一気にね、みんなともっともっとつながれると。今までの先輩とか先生とか、山とかピアノとか音楽室とか校舎、ふるさと、これがありがとうって思ったらつながれる。夢があったら走れて、走れたらお腹が空いて、お腹空いて食べたらありがとうって思って、ありがとうって感謝、感謝ってこのこと、何が自分がワクワクするか、ワクワクすることが自分の夢です。自分はこれをやってるとき楽しい、何ご飯ちょっと我慢してでもそれがやりたい、それが自分にとってすごく好きなこと、それが夢に一番つながること。いつも心をときめかせて、ああ楽しい、ああありがたいなって思って生きてたらどんどん夢が叶う。ワクワクしてたらみんながもっともっと輝いて、キラキラ輝いて笑顔でいられたら、同じようにワクワクしてる人が集まってくる。そしたら夢を叶える人が集まってきて、自分も夢が叶って、楽しいことがいっぱいあってワクワクが続く。ここ、まあ、ここは九州だとします。まあ福岡、小倉、市、みんながワクワクすると輝き出す。まず九州が輝く、九州の人がワクワクし出す。そしたらもっともっと広がっていって、みんながワクワクしてると本州の人がワクワクしだす。ここは何ですか？四国の人がワクワクする。人生楽しいなと思う。日本がみんなワクワクしたら今度はどこ行きますか？海の向こう、アメリカ。そう、ロシア。そう、詳しいね。ロシアもワクワクする。ギリシャ、ギリシャもワクワクする。もうギリシャまで行ったら日本の裏側はどこですか？アルゼンチン。アルゼンチンあったり、そう、ブラジルとかあったり、そう、裏側もワクワクする。でもみんなが大人になった時さ、暗いニュースがいっぱいだったら嫌でしょ。それをいいニュースに変えるのはみんな、変えられるかどうかみんなです。みんながワクワクして楽しい、楽しい、幸せいっぱいで夢を叶えて生きていくと未来が変わります。それだけみんなはこれからの日本とか世界を変えられる、そんな宝物のような力がある。みんながもう心の中に見てます。夢叶えたい、夢叶えたいね。はい、言葉にしたら夢叶うと、さっき言ったよ。何度も何度も繰り返すともっと叶う。歌の歌詞にしてもらって、その後メロディーをつけてもらう。そうやって今月と来月で一つの歌を作り上げるわけです。そう考えると大変そうだけど、まずは自由に夢とか
言葉にしたら夢を叶います。何でもいいよ。